ャコンバディエブリーボンバー野郎キリュウでございます。 BRS12A こいつのタンク内を見ると製作時の切削口がそのまま残ってる感じで、サビはラッキーなことにあんまりないんですけど、このゴムがねなかなか回りにくいという話ですが、動作確認前にこいつを洗浄します。用意したのが白灯油と洗った灯油のろ過をするやつ。じゃあやってみましょう。まずは白灯油注入。で、ろ過してみましょう。こんな感じでポツポツポツと出てきてますね。よし、気が済んだんで、灯油でベタベタになっちゃったんで、ちょっと掃除をします。そしたら、タグを先に乗っけて、今、こいつは、このゴールドの真鍮の、33番がガソリンで、灯油の場合は30番にこいつを交換すればいいということです。さあ、どういうふうに、このカップを外して、3つの足が、外れるんじゃないかなと思うんだけど、結構硬い。外れる。一箇所外れたら取れますね。その調子、その調子。ここが三箇所。ちゃんと切り欠きがあるところに挟まってます。付属の工具。電池がこれが清掃用ニードルと、これが電池だと思いますね。そして付属品として灯油の30番ですね。あとポンプカップとバルブ、これ自動車用とか自転車用の空気入れから使えるようになるアダプターですね。こいつがここにぴったり入る予定です。よし、ということはこいつも外れる。入りましたね。硬い。結構硬い。次これが抜けないという。抜けない。ちょっとここに入れた状態で、よし、外れた。33番ですね。これはストックで取っておきます。そして30番こいつをつける前に掃除をしときましょう。よし、 OK。 それではめ込んで取り付けていきます。よし、でこのカップを切り欠きに合わせてパチンとはめ込めば OK ですね。やるじゃないか。なんかこのカップに当たるところが炎の一定を出すようですので、炎が偏った場合はこれを動かしてくださいという話ですね。ではポンプカップ
あ、さっきの灯油でもうすでに濡れてますんで止めといて、ポンピング、なんかここの口からエア漏れしてるような音がしてます。ちょっともう少し思いっきり閉めてみます。やっぱしてるな。ここはどうなってんだろう、よくわかんないな。こいつはこっちがここの口に入ってて、これ上、これが入ってるだけですね。別になくっても蓋をなくさなきゃ機能的に問題はない。灯油を入れてポンピングしてみます。こっからバンバン抜けてるというか圧はかかってる。止めた状態で小雨がポツポツ来だしたんで場所を移動しました。原因はここに圧力調整弁っていうのの穴が開いてるんですが、ここを塞いでポンピングすると、そして外します。プシューッと、こっからエアが抜けてるようですね。で、全くタンクに圧力がかかっていないという状態で、これ不良品です。今リンクス、ま、発売元に連絡を入れてます。で、いろいろ調べてみるとC アンカーのキャップがちょうど使えるという情報に行き当たりましたんで、はめてみます。入った。どうだ、入ったね、ラッキー。そしてエアを止めて、それで加圧してみます。加圧できないな、漏れてんのかな。入ったけどエアは止まらない、漏れてる可能性あり。圧縮できねえな。ネジはあったんですけど加圧できない。プシューとも言わねえもんな、無理か。なんとかなってくれたらありがたいんだけど、こいつで。全く針動く気配はない。ダメだな。ここの深さが違うんだろうね。ここにマイナスネジで行くんだけど、
これが ひょっとしてそういうこと？いろいろと試してみましたが、なんともならず、キャップが中国より届くのを待つことにします。次回をお楽しみに。じゃあまた。